そうだったん朝かけそうだったうん。いや、そう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 。だけど、明日のがすごいかな。明日が。明日すごいですよね。もう、今お昼。昼。明日のお昼。うん、明日の頃は、帰りがちょうどなっちゃう。午前中にね、どうしてもね、いかがないかんところってあんまないっすよね、ほんとね。今日はね、12日。12日から。一ヶ月分ずついいですか？足を止めて。うん。すると一応表も平らにやっと平らになりました。平らになった。うん？裏で終わってる。うん。ようやく。ね。実際はできないな。うん。だけどまあちょっとね。じゃああと大雨が降った時に。雨漏り対策と、雨漏り台風対策と、あとは、ちょっとこう、車をパッとつけてもらいやすいようにと思って、一応こんな感じで。けどね、607号線から入ってくるところがもうちょっと広がるのね。どんな花壇の方がさ、花壇の方が出てきます。あれ、前より絶対脱出したいよね。出せよ。あれ、脱出したいよね。あれ、もうちょっと少なかったですもんね。あれ、倍に増えそうもんね。いや、車止めとほら、光源往来が激しいけん、右折に左折しても左折にしても、こう待っとときあるじゃないですか。それでも、人が歩き寄ったですもんね。うん。時は。倍にで増えとうと思っちゃうけど、あそこ。でさ、そっち。出しとったろわからんけん。あれってさ、なんて言ったらほら、全部平地にして、立て直すときっていうのはほら、こう、うん、少し引っ込まないかんっていうのあるけど、あんなのはうやむや。うやむや。けどさ。わからんけん。あれさ、ちょっと考えてくれればいいのにね。いや、でもね、植木とか植えてから、ほら、花壇は木場ね、植えようじゃしょってさ、そら、ものすごくほら、ひどいことしようじゃうわけじゃないよね。うん、じゃあ分からんけんよ。知らないけん。だけどさ、あんまり。もう、お客さんが言われたらここまでって言われるから、そうないけど。ああ、あれね。うん。設置しにした人がね。だってさ、分からんもん。その仕事を、うん、この仕事は受け負いませんとは言われんもんね。けど、土下座はちょっとこんなとこに花壇作ったら迷惑やろうもんって。あれ、引っかかるから、あれや。引っかかるよ。そうだろう。引っかかるよね。いや、それでさ、ちょっと心を鬼にしてからさ、ちょっと、すいません、あそこ、完全に営業妨害になってまして。かすやま町役場に相談に行くかいな、どうしようかいなと思ったりはするっちゃけど。飽きてね。それがね、うちに来る人がカーナビにこう入れんしゃったらね、必ずカーナビはここば案内するっちゃ。とにかく狭いねってみんなから言われるの。ということ見たら、あれ絶対花壇増やすとんしゃあねと思ってるから。花壇のこれぐらいの分だけでも違うっちゃうの。違う。うん。そう、これよく違うけど、人が歩き寄ったっちゃう、前。もう分かるぞ。了解がね、まだそこに持っちゃうこと。なんであげなことしてんの、これ。ああ。まあね、完全に調べないね。完全に調べようじゃないもんね。日本人建物機械があるし、調整員が。あれやけど。道路の役もわからん。完全にわからん。けどあれ。ちょっとね、うちとしてはちょっと迷惑しとっちゃうけどね。結構、お客さんが入りにくいけんね。
働いたりじゃんね。まあ、お姉さんも入り込んだけど、もう裏がある。うん。一回。いや、そうだね。もう、一回来て、様子が分かってもらった人はみんな駅から来たりとか、こう、向こう側から来たりだけど、最初の人がね、こっち側から入ってくださいって、その、なんていうカーナビが案内する方がいい。もう最初からのことは分かってたね。そうね。だけど、まあ一応パッと見たら、ああ、もうちょっと行ってこう行けばいいかなって、みんながみんな思ってくれちゃうならいいけどね。もう最初から見てないと分かっとるけど、向こうから悪い。まあ、ある意味よ、あ、狭いなって思いしゃれけん、人が入ってきんしゃれんけん、いい面もあるのはあるよね。バーって車が混んでね。だけど、よかったよ。もう、でも一応、一概には言われんなと。ね。ただ自宅で言ったらね、そりゃもう知らんしうろうろされたらね、あれやけんけど、うち紹介しちゃったらね、やっぱね。しかもカーナビがここが案内、いっぺん入れてみたんですよ、初めてね、遠くから帰ってくるとき。そら、ここを、そう、昔はいいね。右折って言いよう。あ、じゃあ1枚余ったりします。なんか気がついたら、ちょっと増やしてみましょう。じゃあ、9,850円になります。はい、大丈夫。1枚出せば高いやろ。になります。ネット使いなきゃ。え？これはインターネットじゃないですよ。インターネットで、これこれでも使いなきゃ。あれはこうパあのスマートフォンとかは。そう、ガラケー、ガラケー、ガラケー。ガラケー。ガラケー。ガラケーでも便利。いや、もういいだろ。めっちゃ便利や。たまじょうとか昔でデジタル系は。あ、ってことは何も要するに電なんか、こう、外とかなんか行った時の、もう、電話の連絡。でも、それで便利やもんね。便利やもん。それだけでいいじゃん。ただまあ、メールとかは、その、やり取りするのは、あれ、スマートフォンのいいとこはね、LINE っていうのがあって、これも世界どこでも繋がるんですよ。うん、そしたら、それは楽なんでね、今、結局外国に行ってほしい人でも、その日のうちに必ず連絡が取れるけん、ちょっとそれは便利な部分あるんですよ。そう、便利で、外国では便利や。めっちゃ使う。で、まあ、その、なんかいな。用途によってはね、面白く便利である。別の方があるのが早いんだ。あとね、なんていうかな。例えば、メールやったら、写真添付とかができたりできんかったりするようなのとかもあるし、うん、その、あとはね、LINE やったらね、こう、アルバムみたいなのがあったり、ノートとかいうのがあるけん、後からこう、もしそこからこう、後からゆっくり書類がこう、お互い取り出そうとかいう時も、簡易的なものじゃあるけど、こう、例えば、うちとか、妹と私って横浜とここやけん、ほら、ちょっとなんかで一緒にせねえかんとき、相談事とかなんかするときも、こうなっとうよとかいうのも、もう、なんていうか、いちいち電話せんでもね、お互いがほら、時間があるときに取り合うけん、お互いの時間をこう、ほら、ちょうどご飯作りよう最中とかわからんよね。こっちはちょうど運転しよう最中とかわからんけどね。そういう意味ではそれは便利。電話はほら、その人の手を止めるけんね、その時のね。くめんば、電話が難しいもんな。ん？電話が。ああ、そう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 。で、それで、なんかや、この頃ね、車にね、Bluetooth の機能をついとって、電話かかってきたら、車で取れるやつがあるよ、ね。あれ便利やね。うん。今そうなってきたよね。うん、あれは便利。うん。そげんな風になっとくためにも、スマートフォンになっとかならんけん。まあ、スマートフォンになっとけば便利な部分はある。ある。うん。それは分かっとるわって、まあ、レタッカーあんけど。いやいやいや、その、あれよ、そんなに、なんかや、絶対必要じゃないよ。うん、だけど、あると便利。いやいや、俺がね、必要は、いると上がったとかってめっちゃ使うんだよ。
いや、だけど、もうね、こっちじゃなくても、逆に言えばそれがあると便利。はい。パソコンじゃなくてもいい。パソコンはし、まあ、もうね、やばな、もう。これもあってしなんだ、これ。いやいや、これは簡単よ。これができてけんも普通の人でもできるようになったじゃん。これ、全部これで殺すのだったら大変やけど。これができた。これがあるけん、もう、ネズミが追ってくる、マウスが追ってくれるけん。ネズミ多い。マウスでから攻撃でうちょうちょちょこちょこってやれるようになったけん、私たちも扱えるじゃん。これがなかったら全部これでってのは、式なんじゃん。あと、今はもうほら、画面にタッチして。タッチパネル。タッチパネルやけん。うん。楽楽。楽楽。だけど、まあ、それに慣れるためにも、スマートフォンにしとけばほら、結局、触って慣れるけど、ね。今、ガラケーもあんまり無くなってきたんだよ。うん、いや、でもまあまあ、ガラケーはガラケーで別にいいとこあるじゃん。いいね。もう、台数的にはもう少なかった。ああ、まあね。うん、でも全然、絶対な、全くなくなることないと思う。あと何年かしたらもう、うん。で、まあ、スマートフォン自体も安くなりようけんね。まだね。だからだいぶ安くなりようでしょ、設定とか。まあ、昔よりね。自衛隊は無線機だったら、アイディア、年間、車両で30万円。おー、こんな時はさ、あ、いらっしゃいませ。あ、じゃあ、行きだけ、すいません、こちらにどうぞ。はい。昔30万円やな、あれで。30万円だけはわざわざそんな食べてる。うん。いや、昔と、昔出た通り。うん。今さ、今ね、5、6000円で月々あれよね、うん。うん。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お待たせしてます。はい、いえいえ、いいですよ。はい。これ、ワインご利用ございますか？いえ、うちの方は。初めて。免許証かお化粧か何か。はい。お願いします。ですね。1枚950円になりますので、あ、これ UC ですね。すいません、ですね。こっちは、900円になります。はい。すみません。こちら、このトマトの中、ご気に入っていただいてよろしいですか？あ、どうぞどうぞ。ちょっと書類のお誕生、免許証コピー取らせていただきます。できるユニバーサルからお願いします。そうなんですか？あ、そうですか。はい、じゃあこちらでお処理します。こちらが売り渡し証になりますので、1800円で書いていただきまして、で、ご住所はですね、この紙製バーで結構です。ありがとうございます。じゃあ、今度は何か他のことでご利用いただきます。
はい、もう今度お名前言っていただくだけで、お待たせいたしました。はい、どうも。ありがとうございます。どうも。ああ、隠れた。ごめんなさい。いえいえ。